高濃度で使ってウォーターバスなんかはこう温度制御なんかかなり精密にできておりますし、あとこの辺の駆動性、上げ下げしたりとかの、この駆動性みたいなのもスムーズにいきますし、何しろ故障が少ないということが非常にいいですね。そうですね、例えばこの高温抽出という、プログラム、これで通常なのは16時間かかる抽出過程が4時間半で、現在同じような抽出効率が得られていますので、結構時間短縮にはなっております。また大学生の場合はエムラっていう日本で制度があるんですけども、そちらの場合ですと、厳密にその工程法に沿ってやらないといけない方法なんですけども、こちらもそのプログラムで簡単にその設定が変えられますので、いろんな抽出に対応できるような、素晴らしい機械だと思います。そうですね、こちらも9年間使ってて、特に大きなトラブルもなく、順調に動いておりますので、